ジェントたるもの、油断は禁物なのですが、ここに来ると、つい気が緩んでしまうのです。先生、どうされました？そんなおかしな顔をして。差し支えなければ、もう少し寝てもいいでしょうか？とりあえず起きてって。嫌です。私はもっと寝たいです。それにこのベッド、あったかくてふかふかで気に入っているのです。先生が何と言おうと、私は寝ます。